はい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 、中国の電気自動車が嫌いな人集まれ。なんとですね、日本政府が中国 EV をですね、ボコボコです。日本政府がですね、中国の EV を真っ向から否定いたしました。しかもね、これ気がついてない方いらっしゃるからね、あえて言いますけれども、これね、日本政府が中国の電気自動車に対しての補助金を打ち切ることを視野に入れたぞ。中国の電気自動車に対してだけ補助金を打ち切ることをこれ視野に入れたんですよ。その辺の解説させていただきますわ。もうここまではっきり言う人いました？今まで西村大臣最高だね。そしてですね、なんかね、日本政府とね、歩調を合わせたかのようにですね、はい、アメリカのですね、新聞社、ウォール・ストリート・ジャーナルがですね、なんと EV のダメなところの決定版、EV のダメなところの決定版をですね、ドカンと記事にして、今ね、アクセス数ナンバーワンです。今、アクセス数ナンバーワンです。はい、そう、電気自動車の修理代、どえらい高いことが発覚をしました。ね、あるですね、アメリカ人男性がいたんですよね。EV を購入したわけでございますよ。したらね、車をぶつけちゃったんだって、で、車がへこんじゃったんだって、で、修理に出したんだって、したらね、前ね、ガソリン車に乗っていた時にですね、へこんだ車を修理した時ね、あの時ね、20万円とか30万円とかかかってんだよな、また出費だよ、畜生と思っていたらですね、はい、EV を直すために出てきたお見積もり、そのお見積もりに書かれていた金額はですね、はい、290万円でした。はい、新しいに買えるやないかい。どうも闇の駒さんでございます。はい、ということでこれね、はい、もう中国の EV、 中国の EV がどんだけダメなのか、どんだけダメなのか、いや、もうほんとね、今回はね、この西村大臣、よう言うた。素晴らしいことを言いましたよね。あの、中国の EV ってね、今ね、まあ、すっごいダメな状況になっていて、ね、なんで、どういう状況になってるかっていうと、中国でね、あのね、ほら、電気自動車がさ、すごいなんか、流行ってるって話を聞くじゃない。で、あれはね、中国がね、EV を作るためにも補助金を出していて、で、EV を購入するためにも補助金を出していて、めちゃめちゃ安い EV が作れて、めちゃめちゃ安い EV をですね、これね、手に入れることができるからなんですよ。だからね、あのね、欲深な中国人たちはですね、よし、今はもう電気自動車を作るんだという形でですね、EVメーカーがね、もう、ウゴの、竹の子のようにですね、ずいずいずいっていっぱいできていたんだけれども、そんなに EV を作ったところでさ、買う人はそんなにいないわけで、まあ、こういう状態だわな。EV 作るだけ作ったけれども、結局ゴミになりました。こんな状況なんだよね。だから中国の都市部にですね、大量の廃棄車がですね、これ全部 EV ですよね。置かれているという状況になりました。ね、だから、だって需要もないのにさ、ね、供給だけ増やしちゃってさ、うまくいくわけないじゃん。で、当然うまくいかなくて、今中国の国内ではですね、EV がですね、倒産続出、倒産続出をしていてですね、これで、ね、もう、あとわずか数社、わずか数社ね。BRD も含めてね、が残っているだけという状況になっているわけですよね。これはですね、さっきも言った通りですね、補助金ね、もうとにかく作るにも補助金、買うにも補助金を出している。そのせいで今が儲けるチャンスだと思って作ったけれども、そんなに今日需要があるわけじゃないから、潰れちまったという状況なんだよね。でもね、とっても迷惑なのはですね、中国の電気自動車は安いんですよ。安いからこそですね、他のね、国のですね、自動車メーカーのね、売り上げを圧迫しているというですね、本当に邪魔なんだよね。でもそれってね、正しいと思います。どう考えても正しくないんだよね。なんで中国だけ車作るときにそんなにいっぱい補助金があるの？そんな安く売って売れて当たり前じゃないっていうことをですね、やっぱ世界中で今叫ばれてるわけでございますよ。で、そういう背景を受けて、はい、日本のですね、経済産業大臣西村さんが何を言ったのか、これね、概要欄貼っとくからさ、動画も見てみてよ。でね、これ言ったことをですね、これ書いてくれてるからさ、西村さんがまず読んでみようか。もうね、見事なコメントだよ。日本の政府で、日本の大臣でここまで中国のことをですね、ある意味苔にして正直な真実を伝えた方はね、俺他にいないと思うんだよね。見事です。いきますね。電源の6割を石炭に依存している中国が、ね、わかります。EV を増やしたとしても、脱炭素には繋がるかどうか疑問です。繋がりませんよね。これわかります何言ってるかね。脱炭素のためにはですね、ね、化石燃料使っちゃダメっていう話が基本的なところじゃない。でね、でもですね、日本はね、石炭火力発電をこれからもですね、使いますって言いましたよね。それはなぜかというとですね、日本の石炭火力発電にはね、アンモニアとか水素をですね、混ぜて燃やして、排出する二酸化炭素をですね、激減させる、めっちゃ減らせるね、高い技術力があるんですよ。その技術力を持っているんであればですね、石炭火力発電というのはですね、作ってもいいんじゃないと言っただけなんだよね。じゃあ、中国のですね、石炭火力発電は何なのかね、そういう高い技術力を持っていない中国はですね、ただただ石炭を放り込んで、ものすごい二酸化炭素をですね、排出するような石炭火力発電しかないんですよ。そんな石炭火力発電を元にして、電気自動車を作っている中国はですね、電気自動車の数を増やしましたっつっても、その裏では石炭火力発電が増えてるじゃん。それって二酸化炭素を削減する脱炭素になるんですかというお話なんでございますよね。その通りでしょうね。サプライチェーンをですね、の特定国への依存を低減する。つまりね、中国ばっかりですね、ね、依存していたらダメですよという話はね、デリスキングを分断、中国との分断ですよね、を進めてですね、同志国と連携を通じ、サプライチェーンの強靭化を進めていきますと。で、こっからが重要よ、ね。
不透明な産業補助金や緩い環境規制などによって不当に安価ね、安いね、 なぜかですね、国際的なね、あのルールを守らずに補助金をぶち込みまくってね、そのおかげで安い原価で作れてしまっていて、安い価格で世界のですねマーケットを破壊しているね、この不当に安価な製品の大量生産に対しても同盟国同志国と連携をして対応を強化します。でね、このタイミングでわかりますよね、同盟国同志国と連携をして対応を強化する、このタイミングでこの言葉っていうのはどう考えてもこれを指しているんです。これを指してるので、これね意外と知らない方がね多いからね、ちょっと改めてもう一回お伝えしますね。これね、簡単に言うとですね、さっき言った通り中国の EV っていうのはですね不当に価格が抑えられてるよね、安いんですよね、だからこの車をですねヨーロッパにたくさん輸出してきてるんだよね、中国の EV メーカーがね、そしたらですね EV あの、EU のねあの国内の電気自動車メーカーね、普通の自動車メーカーはそんな安い車を売られてしまったらもう俺たちの儲けが出ないという形でかなりやばい状況になってるんですよ。でこれは明らかにおかしいと。こんなに補助金ぶち込みまくって安い EV を出荷されてしまったら、ヨーロッパのマーケットが壊れるから、EU がね、中国の調査を行った上で、中国の電気自動車 EV に対してだけ制裁関税をかけようじゃないか。関税をね、30% とか 40% とか上乗せをしようじゃないか。っていうことをですね、去年からずっと言い続けて、今調査してるんですよ。これのことを西村さんはどう考えても言ってるのよ、このタイミングでこれは。つまり、日本国内でもね、ヨーロッパと歩調を合わせてですね、この制裁関税に向けて、中国のですね、この不当な安価で売られている EV をですね、に対する補助金を打ち切るであるとか、関税をかけるであるとか、っていう行動を示唆したコメントなのさ、これどう考えても。素晴らしくない？日本政府、中国に対してここまでゴリゴリのですね、対応を見せたことって、今までなかなかないからね。いや、だからね、この西村さんってね、この間の NVIDIA の件に関してもそうなんだけれども、日本の未来に対してですね、ものすごい重要な情報を発信していて、これね、日経新聞とかよりも全然上なんですよ。もう、現場の情報がまっすぐ伝わってくるね、ポストが非常に多いから、西村康稔大臣のですね、これね、X は、多分ね、フォローしといた方がいいと思います。マジでまっすぐな情報が伝わってくる。でね、アンチの方々とかですね、不安を覚えた方々が、そうじゃないじゃない、多分こうじゃないの、こうじゃないのってですね、不安をたくさんポストするんですよ。そうだ、西村さんですね、結構こまめにですね、その不安に対して答えてるのよ。答えてるんですよ。この間のただ、なんだっけ、EV だ、日本のさ、ファブリスメーカーがさ、日本で開発した部品を使ってるけれども、組み立ては中国でやっているということで、結構非難をされた。それで中国で組み立ててるんだったら中国車じゃないかって非難をされたんだけれども、でもよくね、そのね、日本のね、メーカーを見てみるとですね、実際ね、バッテリーもですね、国産のものを使っていた、将来的には使うということを視野に入れていたりであるとか、あくまでもスタートダッシュで中国をうまく利用して、ある程度利益が上がってきたら、日本国内に工場を建てると。もうね、来年に工場を作るという形で計画になってるんですよ。という形で中国をうまく利用してですね、利益を上げて、その利益を上手に日本国内で還元しようとしてる会社だったとか、っていう説明をね、ツイッターの中でしてくれてるんですよ。これ見事じゃない？だからね、西村さんのね、X はね、俺フォローしといた方がいいと思いますね。ということでね、この情報出てきたのが昨日ですよ。この情報が出てきたのと合わせてですね、はい、ウォールソルジャージャーナルがですね、もうね、ダメな EV 決定版、修理代をどうするんだね、ガソリン車と比べてガソリンがかからないから EV っていうのはね、ランニングコストが安いよねっていうのがですね、最大のメリットだったんだけど、ワンチャン事故った時ね、ガソリン車であればですね、修理代が20万円とか30万円で済むものがね、EV の場合は、290万円とか300万円かかってるんですよ。これね、なんてかね、俺、実はね、この記事まだ読んでねえんだよ。ごめんなさいね、読んでないの。だから今から読んでいくんだけれども、これなんでなのかは、なんとなく背景わかるんですよ。EV とガソリン車を比べるとですね、使われてる部品点数は EV の方が少ないんですよ。ガソリン車の方が細かい部品いっぱい使って作ってると。そうだったらね、故障が起きたとき、ね、その部品だけを変えれば良いガソリン車。そしたら修理って安くなるでしょ？でもね、EV の場合はですね、なんかテスラが開発をした、なんか作り方がなんかあるんでしょう？名前忘れちゃったけどさ、部品点数少なくしちゃってるから、一つね、部品が壊れると、ドカーって部品を変えなきゃいけなくなるんですよ。多分それで修理費上がってるっていう話ではないのかなと思うんだけど、どうでしょう？当たってるかな？ちょっと読んでみようか。ちょっとコーヒー飲んでみようかね。はい、というわけでですね、もう昨日からですね、ウォールストリートジャーナルではですね、この記事めちゃめちゃ読まれてます。アクセス数1日経ってもまだナンバーワンのままです。ちょっとね、これ頭に入れた方がいい情報だと思いますので、ちょっと読んでみましょう。僕もね、まだ読んでないから一緒に読んでください。いきますよ。EV の修理代、なぜガソリン車よりも高いのか、凹みの補修だけで、なんと数百万円かかるケースがあるようですよ。じゃあ、俺もう EV 絶対
対いらない。絶対買わない。でもトヨタがいいっていう EV だったら買ってもいいかな。うん、そのくらいの信頼があるよね。日本の自動車メーカーにはね。あ、いきますよ。電気自動車をですね、初めて購入をした人たちは、予想外の欠点に気がつき始めている。そう、事故後の修理費が高額になっているということであるとね。これアメリカのですね、サンフランシスコのスコット・マクフィゲンさん51歳は、昨年の夏ですね、自家用車のですね、アメリカ新興 EV メーカー、リビアンっていうね、あの、EV メーカーがあるらしいんですけど、リビアンのですね、電動ピックアップトラック時にですね、車をぶつけられ、テールランプの下にですね、ボーリングの玉ほどの大きさのへこみができてしまいましたろ。いやー、これは大変ですよね。で、マクヒンさんはですね、修理はおそらく数千ドルかかるであろうとで、数十万円くらいかかっちゃうな。畜生。はい、数週間程度で済むと思ってました。少し甘かったようだと彼は話すと、何があったのかな。実際の請求額は、なんと290万円で、期間は2ヶ月半もかかったと。大変だね。これが EV の正体なんだよ。わかります？ガソリン車であれば数千ドル、つまり20万円とか30万円程度なんでしょうと。ね。しかし、EV の場合はですね、290万円もかかるんですよ。しかも修理は想定してたよりも3倍から4倍くらい長いという話だね。はい。はい、EV の場合はですね、衝突事故後の修理はガソリン車よりも何千ドルも高くつくことがありますと。交換が必要な部品が大きくなりがちで、ああ、逆だったら多くなるんだね。うん。車両がですね、複雑で修理をできる人が少ないためだ。あ、なるほどな。俺の想像、外れましたね。本当に読んでねえんだよ、俺ね。あ、なるほどね。対応できる人間が少ない。だからこそ単価が上がってきてるってことだね。はい、こうした問題はですね、時間とともに軽減される可能性はありますが、EV を初めて持つ人は、費用の高さとですね、待ち時間の長さに驚くかもしれません。アメリカでですね、自動車修理の保険請求処理を手掛けている CCC インテリジェントソリューションズによると、昨年のですね、衝突後の修理費用は、全車両で4215ドルだったのに対して EV は6587ドルだったね。約 1.5 倍かな、 1.5 倍以上かな、ね、ぐらいの金額がかかってくるってことなんだよね。はい、衝突修理のですね、高いコストとは裏腹に、ディーラーや自動車メーカーは電動のですね、乗用車やトラックへの買い替えを進める際ですね、保守費用を節約できる点を売りにしているとね、実態とは別の点をですね、メリットとして伝えていると。それがね、ランニングコストなんですよ。 EV はですね、ガソリンが不要なことに加えまして、維持費がですね、少ない傾向があると。ここは当たったね。非営利のですね、消費者団体コンシューマーレポートによるとですね、オイル交換やエンジン調整、タイミングベルトの交換といった定期的な作業が不要になるんですね。そう、 EV ではですね、ガソリン車で必要な点検作業が不要になってくるんですよ。だからこそ維持費が安いですよっていう営業文句だったんだけどね、これが今裏返りつつあるということだよね。はい、 EV はですね、維持費がですね、ガソリン車の半分ほどで済むんですと。しかしですよ、はい、修理が必要になってしまった場合、高くつくことになりかねないんです。主にテスラ車で構成される大規模な EV 車両群をですね、運用しているレンタカーね、EV のね、車をですね、たくさん持っているレンタカー屋さんのお話だね。レンタカー会社のですね、ハーツグローバルホールディングスは、EV モデルのですね、修理費用が一因で、7月から9月期のですね、利益が圧迫されたと明らかにしましたと。コーヒー飲んでいい？つまり EV のですね、修理費用が想定よりも圧倒的に高かったんで、利益が圧迫されちゃったという現実が襲いかかってきたわけですね。はい、EV の所有者にとって、修理費の高さっていうのは、保険料の上昇にも繋がってしまってます。そりゃそうですよね。だって、保険会社もさ、EV って修理でお金かかるんだよな、すっげえ高えんだよな、じゃあ保険料高くしようってなりますからね。うん。いや、これさ、ガソリン車のさ、保険も上がっちゃうんじゃない？ちょっと勘弁してほしいんだけどね。はい、保険比較サイトのインシュリファイによるとですね、ガソリン車の保険料は1ヶ月あたり平均248ドルであるのに対して EV は357ドルであると。だから EV もですね、これ保険がだいたい 1.5 倍くらいになるってことだよね。ランニングコスト高いじゃんね。EV への買いをですね、促して、ここ数ヶ月減速をしている EV 販売台数の伸び率をですね、再加速させようと取り組む自動車メーカーにとって、修理コストの引き下げはもう一つの厄介な問題であると、テスラやフォードモーターをはじめとする、メーカー各社はですね、今年新規顧客を引きつけようと EV の値下げに踏み切っております。でも結局壊れたらすげえ高くつくんだよね。はい、 CCC インテリジェントによると、 EV の修理に必要な交換部品数は昨年平均で従来車の約2倍でございました。ごめんね、本当逆だったな。そうなんだね。多くのですね、 EV 部品は固定や溶接の仕方が理由で修理ができず、交換せざるを得ないことが多いんだと。同社でですね、最高戦略経営責任者を務めるですね、マーク・フレッドマン氏はお話をするとね。あ、でもこれそういうことじゃん、そういうことじゃんね。溶接の仕方が理由で修理ができず、
交換せざるを得ないことが多いね。結局、なんだろうな、ガソリン車の作りが違うからさ、1個壊れたら2個3個という部品を変えなきゃいけないっていう状況があるってことだね。はい、これらのね、車両がですね、衝突事故を起こした場合、様々な原因から修理がさらに複雑になりかねない。車体のですね、分解はより複雑で、修理には多くの手順と注意が必要になることが多いというと、自動車業、アメリカの業界団体の自動車サービス協会、会長で、ニューメキシコ州で衝突車両の修理業を営んでいるですね、スコット・ベナビデス氏によるとですね、リチウムイオンバッテリーを搭載した車両は、損傷した場合に、火災の危険性があるために、保管に際しても特別な配慮が必要であると。そのためですね、修理工程にはさらに多くの時間とコストがかかるというとね、EV はですね、従来の鋼鉄よりも珍しい素材を使用することが多いため、車体自体の部品代や、工賃がですね、高くなる場合があるそうです。と、衝突修理の専門家は言うと、素材の中にはアルミニウムなど、特殊な工具や、保管設備が必要なものもあるため、作業を行える修理工場は限られているというと、だからこそですね、高いお金を取ってるんですね。こうした工場はですね、作業上のリスクを負っておりまして、工場を改造するために高い料金を課すことになると、ベルビナス、ベナビデス氏はですね、指摘をしたら、この辺は多分時間が経てば安くなっていくんじゃないのかな。一回作った設備はね、回収できてしまえば安くなりますからね。まあ、そこはそうだね。EV の修理にはですね、通常よりも時間がかかることも多いんだと、その種の作業がですね、できる工場がまだ限られていることが一因ですと。できる人が少ないから当然時間はかかるよね。はい、CCC インテリジェントのデータによると、EV をですね、修理構造に持ち込むまでの期間は、従来型車よりも 25% 長いんですと。修理にかかる日数も非 EV ガソリン車なんかが45日であるのに対して EV は57日かかるんですよとね。リビア社のですね、広報担当はマクフィゲンさんのトラックの修理費が高くなったことをね、数千ドルで終わるといけると思っていたらですね、数百万円かかってしまったという話だね。はい、マクフィゲンさん、マクフィゲンさんのトラックの修理代が高くなったことについて一見しただけでは分かりません。より深い部分のですね、構造的な損傷が原因だと説明をしました。マクフィゲンさんによると、修理代は保険でカバーされたそうです。車体のパネルの修理費は様々ですが、通常ですね、100ドルから3000ドルくらいかかりますよね。リビアのですね、広報担当は、当社の最優先事項は安全な車を作ることです。そして、リビアン社のですね、修理費用は他の EV メーカーと同程度でございますと述べましたね。安全を保つためには高いお金を払ってもらうのも仕方がないんです。でもね、他の EV メーカーも同じだよっていうことを言ったわけだね。はい、リビア、自動車メーカーがですね、補修部品の供給を増強し、訓練を受けた独立系の修理工場が増えるのに伴って、コストが下がる可能性はもちろんございますと。EV 市場をリードするテスラは、衝突修理センターを自社で保有しているほか、個人経営の修理工場網も確保していると。テスラのですね、元従業員で、リース社や下取り社の修理に携わっていた、ザンダーウォーカー氏はですね、ちょっとコーヒー飲みます。EV を修理できる設備が整った工場が増えたことが、テスラ社の修理コストが過去10年間で半減する助けになっていると述べました。テスラによるとですね、修理、保守費や修理費の低下などによって、現在ではセダン、モデル3のですね、5年間の運用コストは、トヨタカローラとほぼ変わらないという形で、最後はですね、さすがにですね、ちょっと EV のことを持ち上げてきましたけれども、でもですね、今 EV を修理しようと思えば、とんでもなく高いお金がかかるのは間違いないんですよ。そして保険料も高いのは間違いがないんですよ。そして何よりですもですね、日本政府がこれね、俺これガチでね、中国車に対してのですね、補助金を打ち切ろうとしてるのしか読めないんですよ。これ絶対そうでしょ。そして何よりもね、何より俺が嬉しいのはね、今の日本政府は中国に関してガツンと言えちゃう、ガツンと言えちゃう政府なんだね。これが嬉しいよね。ということでですね、はい、もう、ね、私はですね、これ、ね、中国の EV とかでも大嫌いでございますから、中国の EV の真実、ね、悪い噂だけじゃないよ。真実がですね、また明らかになったらですね、皆さんにお届けをしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。もう一回言っておきますよ。これね、経済産業大臣のですね、西村さん、これ本当に最近のポストはね、なんかマスコミがなかなか流してくれない真実をですね、まっすぐね、こう書いてくれてたりするから、しかもね、疑問があったら結構ね、時間の許す限り返答してくれようとしてる雰囲気があるからね、これマジで、いや自民党の党員だからっていう話じゃないよ。マジでいいなと思ったんで、これフォローしといた方がいいと思います。概要欄のっけとくから、もしね、時間があったらフォローしといてください。はい。ということで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。